別で寝る人いるんですか？一緒に同じ部屋だけど別々のベッドじゃないですか。こういう感じで一緒に寝る。今日半日以上お二人と一緒にいて質問です。あのマリコさんにゼリーさんいびきかくのって聞いたんですけど、うん、台湾のこれぐらいの年代のカップルというか夫婦は、うん、一緒にの部屋で寝るのか別で寝るのかどっちの方が多いですか？別で寝る人いるんですか？同じ部屋だけど別々のベッドじゃないですか。こういう感じで一緒に寝る。じゃあそんなもう夏は暑いからくっつかないで。じゃあ冬は？冬はいやだってほらなんとなく日本だとベッドは別々とか。でもベッド別々だったらですよ、もしジェリーみたいに動きを書いて横向かないと治らないみたいな人を起こしに行くのを起こしにって言って行かなきゃいけないかな。じゃあやっぱりジェリーさんが前言ってたように台湾の男の人は優しいし常に一緒にいる、密着度は日本の結婚してる夫婦よりも多いっていう感じ。うちの場合は部屋がないよね。物理的な。でも台湾の反差の深い関係が日本は別部屋多いです。子供ができたら別部屋とかっていうのも結構聞くし、子供が泣いちゃってで旦那さん働きに行くから、それが一回そうなっちゃうともうなかなかまた戻れない。そっか、スシローのなんかサーモンキャンペーンで名前を変えたらっていうのあれ日本でニュースになってました。めっちゃ変えてました。竹太郎みたいな感じの名前にして連れて行った家族もみんなタダになるみたいな。台湾で名前を変えられるっていうのもちょっとびっくり。日本は変えられないですか？名前を変えるってよっぽどのことだよ。裁判所行きのそういうなんかの問題ですよ。そうそう。裁判なんてやっぱり先生にこういうした方がいいって言われたんじゃなくて。ダメだと思う、それじゃあ、うん、いとこが今俺の名前これじゃないんだよこっちなんだよって言われて、あじゃあなんかニックネームかなんか変えたのかなと思ったら身分証を見せてもらってもうまるっきり違ってたから、え変えたんだよ。でも3回までなんですか？変えるのを超えるとどうなんですか？お金払ったらいいとかじゃなくて戻しもできない。じゃあもう最後のやつが絶対に決まり。それが怖いですよね、うん、間違ってその鮭にした人を戻せないって人もいます。あれ3回目だっけ私だったよ。あった本当になんか自分が知らなくて昔両親が1回変えたことがあってこれが3回目だって見かけて変えて戻れないって。最悪だね。台湾人は何でも占いで決めたりするし、名前もそれこそ結婚する日も風水も家のお祭りも、うん、全く信じない人ですけど友達が行きたいって言って一緒に行ったりとかそんな感じ。全く信じないですか？全く信じない。台湾人の人がよく信じてるのとか見ても、うん、って感じですね。ちょっとおかしいかなって思っちゃう。すっごい現実主義なので本当に当たってるんですか？宗教とかそういう手段で安心できたらいいかなと思って、本当かどうか別にして迷ってる人を占いすることによってやっぱりちょっと元気になったらいいかなと。もしかしてもう自分はもうそう分かってるんだけど、やっぱりなんか一言こう押してもらいたいっていう、あれは占い先生の役割かなと思って。なるほど。マリコさんは占いはいいことだけ聞いて、まあ、悪いこと言われたら忘れて。2年半ぶりに台湾に来てこんなに進んでるんだと思ったのが、コンビニで買い物しようとしたらこのカードの中に買ったレシートの最終それ最初意味が分かんなくて、在住がヤプヤウって言って、うん、もう目を前よって言って。しかもこの方がパーペア当たる確率高くなるんですって。これは私1回も当たったことない。そうあとなんか通いろいろ、はい、なんとかペイっていうのが、うん、LINE ペイとか便利です。じゃあちょっともう一個質問は、さっき言ってた和食担当、中華担当って言いますけど、じゃあ2人してキッチンに立って作るんですか、それとも今日はもう完全にマリコさん、うん、今日はジェリーさん。そうです。買い物は買い物は一緒に。じゃあどっちの比率が高いとかあるの？どっち？最近は私です。あそうなん。忙しい時は、そうそう、朝は朝食は朝は基本的に果物だけなので私が切る。でお昼はうどん作ったり簡単に。本当に納豆食べるんですか？いや、もともと苦手だったんですけど、うんうん、でも体にいいから食べれるようになった方がいいよって言って克服したのよね。克服できるものなんですね。私は言われたことを頑張ってやります。他にじゃあ苦手な食べ物はあるんですか？馬刺しかな。ああ、美味しいのに食べれないことはないんだけど、でも馬って聞くとちょっとやっぱりちょっと食うかな。
服服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 嫌いなの？嫌いじゃない、高いじゃん。でもそこまでは美味しくない、何も味がない。めっちゃ美味しいじゃん。友達が食べるのがもったいないぐらい、このに高い値段払ってももったいないしね。やった、私だけ食べに行って。日本料理ってシンプルだ。味付けもシンプルだし、まあ、焼肉もそうだし、刺身とか、でも食材の元を食べる。台湾の方もだって、チャウチンザイ、もう食材そのもの。台湾の方はなんか、作られて、もともとの食材と全然違うから、例えば、ローグ、イクラ、アワソ、チタニもそうだ。これの工程がめっちゃ多い。ロードバーとかどうやって作るの？で、どこに大根が入ってるのっていう感じじゃないですか。なんか昔の本当に台湾女性はすごい。カズエさんがすごいですね。日本料理もよく作られた。焼き魚とかシンプルな家庭料理。おせちは作る？ちゃんとしたのじゃなくて、ちょっと台湾ミックスしてたと思います。ゆうちゃん、昔のおせちって正月食べる、旧正月にします？日本では普通の正月、台湾にいた時は旧正月。子供の頃からお正月2回あったんですね。そうですよね。ラッキー。確かに。え、今のどうですか？まあでも台湾にずっといたら日本のお正月感は全くないけど、日本のお正月に日本に帰って、また戻ってきて、もう一回行く。それは一番いいですね。一番私がなんか周りの日本人のみんなイメージだと、うん、この家族の距離感、台湾人ほどじゃないんですよ、うんうん、私台湾来る前は全然1年に1回も帰るか帰らないかぐらいだったんですよ。東京住んで、そんな電話とかも。マリカはもう台湾関されてるから、よくお母さんに電話するから。そんな日本人はそもしないしないね、ほぼ毎日ですよ。まあ、何話すんですか？今日何食べたみたいな。え、何分ぐらい喋るんですか？暇だったら30分ぐらい喋るけど、まあ、忙しかったらじゃねみたいな感じ。どうしても実家に帰って食事しようって。2、3ヶ月とかじゃなくて、実家にも電話を毎日。電話は少ない。電話は、まあ、男だから、あの母なんか甘い、そんなに喋らない。でも台湾料理担当だから、ジャイオンかどう使うのみたいな、料理の仕方聞いたりとかしてる。3兄弟で女の子がいないんです。で、私が生まれる前までみんな女の子だと思ってたし、みんな期待してた。がっかり。生まれた瞬間がっかりという私の人生。うちのお父さんはまた男だから仕事に戻ったらしい。ヨングフットパンチャーって何時間？1時間いい、隣です。隣めっちゃ近いんですよ。渋谷と新宿区ぐらいの感じで、ね、久しぶりに帰るかって。そうこれ日本にはない感覚ですよね。うん、こうして家出たらそんなに頻繁に会わないですね。会わないです。ていうかむしろ嫌がる人も多いし、みんなお盆とかお正月とか帰るので、外交流のことを宣伝しないといけない。今40歳、私のおばあちゃんが日本時代だった。こういう話はまだ聞いてたんですよ、私は。だから日本とのちょっと特別な環境あるんだけど、今の若い世代は完全にないじゃん。むしろ小さい頃から韓国のドラマ、まあ、韓流もそうだし、ちょっと日本とちょっと離れてる感じです。え、今のその若い世代は日本語を習ってる人も少なくなってる？少ないと思います。だいぶなんか日本に憧れを持ってる人とかあんまりいないかもしれない。つまり私の学生の時代の時は日本のアジアのトップだったから、ドラマもめっちゃ流行ってたし、日本に憧れがあって今聞いてて、あ、逆なのかなと思ったんですよね。日本の若い世代が台湾を向いてる。2011年のあの大震災以降の今のだから20代30代の若い人たちは台湾を知って、台湾にすごい興味を持っていいなと思ってるけど、なんとなく今度は日本から台湾にこう来るっていう、そういう波がなんかあるんじゃないかな。確かに昔よりも中国語を勉強したいっていう人きっといっぱい増えてると思う。そうそう。で、あと台湾のものが今度は日本にたくさん行ってるから、そういう意味で日本で台湾に触れる機会が増えてる。これ台湾男子推進協会また頑張らないといけない時じゃない？今チャンスじゃん。そうですよ。本当に作った方がいいの？本当？え、できてなかったの？できてないです。え？ネタとして言ったらね。絶対作った方がいいだけじゃない。日本も結婚してない女の人たくさんいるから。だって台湾男子って本当に女性に対するそのサービス精神あると思う。いいと思います。日本からは日本女子推進協会を振らなきゃいけない。マッチングしないといけないから。面接担当。台湾女子にちょっとパンシャンを置いたいって。ファンシャンは怖いですね。ねえ、幻想はないですか。日本人に対抗のチャンスを増やしたい。
やしたい、結婚協会長みたいな。